はい、どうも皆様、ハローバンワセツでございます。アルスラン戦金無双ダウンロードコンテンツ第12弾、ちょっと噛みそうになりましたね。絵画防衛戦、ナルサスとエラムが主人公かな。で、ナルサスの描いた絵を一目見ようと大勢が彼の元へ押し寄せる。休息の時間を守るためナルサスとエラムは断固として戦うというね。なんとも、まあ変な話ですよね。ナルサスの絵を見るために大勢の人が来て、でそれを断固としてその休息の時間を守るために戦うって、なんかどうなのか。ナルサスの絵をそんなに見たいのかな。ナルサスは静かに絵を描きたいが、次から次へと邪魔が入るばかり。果たしてナルサスの休息を守られ、絵画は無事に完成するのであろうか。今回もダウンロードコンテンツ、まあ、シナリオがそうなんですけれども、ナルサスの衣装を今回はつけていきたいと思います。オリジナル衣装ですね、ダウンロードコンテンツの。さあ、どんな感じだろうね。なんかね、緑色のね衣装だったんだけど、すごいねかっこよかったんだよ。ちらっと写真を見た限りね。楽しみ、いきます。今が狙い目だ。仕上げにかかるぞ。オッケー、こんな感じだね、かっこいい。で、今回のこの魔法のステッキがダウンロードコンテンツの武器であります。さあ、急いで行かないといけないっぽいから、ちょっと急ぎましょうか。将軍を倒していこう。 OK、 引くしかないか。どんどん倒していきましょうか。ただこのなんか必殺技の時もね、武器が変わればなお楽しめるんじゃないかなと思うんだけど。どけだ、どな、噛んだ。どけどけ、邪魔だ。どけだって言ったね今俺。ひどい噛みようだ。よし、もはや引くしかないか。いいね、サクサクプレイだよ今回は。ナルサスって意外と緑2本だね。結構青とかの印象が強かったからさ。お次はこれ多分上だね。はしごを登っていかないと。いや、普通にいるな。よし、まとめて倒そう。スプラトゥーンダッシュ、ドカン。もうこの時点でナルサスの絵を見てるんじゃないか君たちは。モンバンもちゃんといるんだ。 OK、 将軍見っけ。今日のところは引いてやる。さてと、こっちか。この門番を倒す。あと4箇所だね。すげえナルサス無双してる。あれ、ご覧いただこう、これぞ芸術。この門番はどこの門番なんだ。こっちかな。先にこっち側から行った方が早かったかな。こっちから行きましょうか。あ、ここの門番を倒さないと。よっしゃ。あれ、こっち側か。俺とやろうってのか。ご覧いただこう、これぞ芸術。こんだけ人が多いとさ、すぐ溜まるからね、必殺技ゲージがバンバン打っていけるんだよね。あ、全然人がいないな。こっちか。
見つけ、いた、攻撃された。くるわ、相変わらず浪川さんイケボでございますな。でもね、もう なんか浪川さんの声はもうね、何が一番こう印象深いというか、多分最初に聞いた声はあれじゃないかなと思うんですけど、ジョン・コナーじゃなかったかなっていうね、ターミネーター2のジョン・コナーの役をやってたんですよね。でそれは多分自分が聞いた中で一番最初の浪川大輔さんじゃないかなと。まあそれとかルカリオとかもやってらっしゃいますよね。よし、裏切りの英雄。やった、やった、ダリュンとギブが来たね。なぜだ、どういう話なんだこれは。ギブだ、何も話しないね。なぜここにいるのか。吹き飛ばしてやる。危ない、あ、いたいたいた。よし、なんかさ、ダリューいない、気のせい、いるねダリューがなぜかいるぞ。これぞ芸術、吹き飛べ。いたいたいた、弓兵がいた。なんかめっちゃ来たよここ、すごい混雑してる。俺のサインが欲しいのか、並べ一列にな。痛い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 痛厄介だな。弓兵がねいるんだよね。引くしかないか。痛いな、痛いな。これはもうぶっ放していきますか。OKOK、 あれこれ当たるかな、ギブに当たらんじゃないか、当たってないね多分。ちょっと弓兵を先に、危ない、いて、よし、ちょっと待って、ダリュンどこにいるの。我が血を見ている。今こそ示さん。避ける、避け、よ。すごい固まってる。硬直状態だったな。よっしゃ。俺もまだ修行が足りなかったようだな。後日の再戦を願うぞ。パルス兵を倒すのだ。お、来たね、ガーデービング。まずいな、こんなところでは終われんぞ。おっと、エラムか、ここで。
来た、これもダウンロード衣装だね、そういえば。ナルシス様はこの先にいるようだ。完成させないといけない。ガーデビングを撃つぞ。待って、ナルサスのとこに行かないといけないのか。待たせたな。ようやく追いつきました。これよりは私も共に戦います。エアム、スチュアリ。よいしょよいしょ。お前などに負けはせぬ。お主の成長はいつも感心させられる。すべて読めたぞ。決める。機会もあろう。エアムこそ真のマルダーン。お主を誇りに思うぞ。全て読めたぞ。計算の成果を決める。これを使ってさらに学ぶといい。お、スキルカード発見。今日のところは引いてやる。あ、オッケー、将軍倒したね。え、それでどうすればいいんだ。倒しまくればいいのかな。やっぱこれは毒状態にしてるからね、だいぶ体力を削ってくれる。よくやった。お主の成長もいつも安心させる。奥からすごい来るな。あ、これやっぱ強いわ。あれ、待て。これかなり役立つ。よしよしよし。オッケー、行くぜ。全て読めたぞ。エラン、打ちまくれ。油断するんじゃない。決める。これと芸術。接触したもの、誰だ。あ、こいつらまた来たのか。オッケー、オッケーじゃないな。この連携で。よっしゃ。待て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 。すべて読めた。お前はここで終わりだ。いってー、超痛い。これも出そう。全て読めたぞ。決める。 OK。 将軍、あとどこにいる？あ、いたね。よっしゃ。読めたぞ。決める。叶わなかったか。すげえいっぱい来るな。どんだけナルサスの絵を見たいんだお前らは。見ても何者の得にもならないぞ。決める。
痛い。あーすごい。よいしょ。あーちょちょ、あ痛い痛い痛い。よくやった。お主の成長にはいつも関心を捧げる。すべて読めたぞ。今日のところは聞いてやる。決める。まだ、これまだか、まだ続くのか。奥にも一人。すっげーいっぱい来るな、ほんと。これ終わらないぞ。なに、ちょっと見えて、アルスラン、アルスラン来た。アルスラン早く宮廷画家にしてあげなさい。倒した、倒してないな。なんかアルスランいるね、体力ゲージ。おお、よくお主の成長にいつも感心させる。あーでもなんかこれ無双らしくてちょっと好きかもしれないな、このダウンロードコンテンツ。これこそ無双って感じのステージだね。負けるわけにはいかないんだ。ほうほうほう。私を支えてくれる皆のためには全力で挑ませてもらう。そんな緊迫した状況じゃないと思うんだけどな。ジャスタント見るな。まだか。これで決める。すべて読めたぞ。決める。機会もあろう。もう一回。すべて読めたぞ。エラン、よく。よし。お主の成長にはいつも感心させられる。厳しい戦いだな。オッケー。お前はここで終わりだ。全て読めたぞ。あれ、うわー外しちゃった。引くしかないか。行くぞ。太陽のごとく激烈に攻め立てん。痛い。お前やめてくれ。すべて読めたぞ。決める。まだか。よくやった。 お主の成長にはいつも関心。倒したね全員。ここは引いておくのが上策か。え、嘘。 OK、 ジャストランと倒しました。またアルスラン。さっきは多分ナルソスと離れすぎたんじゃないかなと思います。全て読めたぞ。これでいける。私のために死んだ者たちはどうなる。ここはどうさんぞ。全て読めたぞ。ナルサスと近くにいないといけない。
お主の成長にはいつも関心が必要だぞ。オッケー。全て読めたぞ。勝利の祝詞。オッケー。対策を描くとしよう。オッケー。勝利。あともうちょっとでゲームオーバーになっちゃったんだな今の。まあ丸々カットするけど。S S A。あダメか。A か。惜しかったな。はい、ということで今回のアルスラン戦記無双ダウンロードコンテンツ第12弾絵画防衛戦やりました。また次回もよろしければぜひぜひ見てください。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。